藤井流星×矢吹奈子、ラブコメ、に期待、いい意味で裏切られる、第一印象は、大きい、フォロワーすご。藤井流星、ウエスト、と矢吹奈子がこのほど、ABC テレビ制作、テレビ朝日系ドラマ L 枠、18歳、新妻、不倫します、の取材会に参加した。作品について語り、互いの印象について振り返った。今作は、渡辺志保氏の同名コミック、小学館、プチコミックフラワーコミックスアルファ、館を実写化。大富豪で絶対的な権力を持ち、帝国とも称される、三条グループ、本家の一人娘で、お姫様、おひい様、の名家、矢吹、がお見合い結婚から逃れるべく、自身のボディーガードで、超ハイスペック、な富士宮子を、藤井、と偽装結婚することから始まるラブストーリー。藤井は、作品について、結構ギャップが多い。タイトルから、不倫、って思って、見るとラブコメ。かと思いきや、シリアスになるやん、っていう急展開を迎えます、と説明。ラブコメの部分はキラキラ感を出したいし、いい意味で裏切られる展開が多いので、メリハリを出せたらいいなと思います、と意気込んだ。矢吹も、初めてヒロインを演じるので緊張している部分もあるのですが、キュンキュンドキドキハラハラさせられる作品が作れたらなと思っています、と伝えた。そして、藤井は矢吹について、可愛らしいメイカちゃんっぽい感じはしました。お名前を聞いた時に調べたら、インスタのフォロワーすご、と、めちゃくちゃびっくりしました、と第一印象を紹介。矢吹は身長が低めなので、身長差を気にして調べたら180センチと30センチ差って、お会いしたらより大きく感じて、大きいって、と驚いたそう。でも、笑顔が優しくて、どこにいても気づきそうな声、と加えると、藤井は、変ってこと、とたじたじ。矢吹は、いいえ、素敵です、と伝えた。テレビ朝日では、毎週土曜日深夜2時30分、ABC テレビ、関西、では毎週日曜日午後11時55分放送される。今日21日と22日は第2話の放送となる。